Yeah.
死んでますね。ありがとうございます。断言、何も断言しちゃう。10 years リリースツアーファイナルということで、ファイナルでございます。本当にありがとう。本当に
で、セブンデイズも、自分らのツアーの最中で、忙しいところ、今日本当に、力貸してもらったんですけど、まあ、思い返せば、去年、俺たちが10ヶ月連続リリースと企画をやった時に、出てもらって、で、なんかその時に、すごい高松トゥーナイスが良かったみたいで、なんか前日に何かがあったの。なんかあって、すごくフラストレーション溜まってて、なんかすごい吹っ切れましたみたいな感じで、すごい喜んでもらって、その時に、またここでツーマンやりたいっすって、ちらっと言ってくれてて、それが、今日、実現しました。来てくれてありがとうございます。で、パンプアップパーティーのみんなも、あ、そう嘘ついてない私の文字が変わったぞ、なんか今ユーマパンプアップしすぎやから、ほんまにケンタモンも言ってたけど、うん、でも彼らも広島から、まあ、ツアーで回るんでトゥーナイス行きですって言ってくれたんで、まあでもケンタマとのツーマンっていう約束があったから、まあ、ちょっと変則的なんですけど、ツーマンライブなんですけど、オープニングアクトという形で、ちょっと変則的なんやけど、こんな形で今日みんなに、見てもらいました。ラップアップめちゃ良かったっすよね。ありがとうございます。彼らもツアー中なんで、ボックス、よかったら見ていってください。よろしくお願いします。はい。で、あと、今日、チケット無料で入ってるやつがいます。学生のみんな。学生のみんな、ありがとう、マジで来てくれて、見つけてくれて、ほんまにありがとうございます。今日なんで無料にしてるかっていうと、まあ、もしバンドやりたかったり、ライブが好きやったりしたら、別に俺たちは別になんというか、まあ、正直こう音楽で稼げてはないから、仕事もしているし、家族もいるし、だから別に高校卒業する、大学を卒業する、就職をする、それが別にバンドをやる理由とか音楽が好きでいる理由の妨げには一切ならないんで、俺たちが証明してるんで、まあここまではやれますよって、それが言いたかった。だからもしバンドがやりたかったらやればいい、ライブに来たかったら来たらいい、別に若い時だけやれることないって分かったやろ。俺の高松の高校生、学生のみんなにそれが見せたかったんです。いい思い出にしていってくれたら嬉しい。よろしくお願いします。まあ怪我だけ気をつけて、レッツゴール、イーゴー。Let's go!
全員こぶし上げてくれ。そのまま
脱いだとこ悪いけどゆっくりな曲もあるんです。やってもいいですか。体力の限界をした。1年以上ぶりに、やる曲をやります。
パパ、もう限界ですか？好呀。
ことを歌ってると思って聞いてください。誰よりも汗をかいて、誰よりもでかい声で歌うんで、一緒に歌ってください。もし歌えたらちょっとだけ前向けてるはずなんで、大切な仲間とこの時代乗り切っていこうって、そういう曲ですわ。
しました。みんなの周りには10人以上一緒にいる友達はいますか。俺はこいつ。家族より長い時間過ごしてます。10人以上長く一緒にいる友達、家族、絶対に大切にしてください。
ただ俺たちまだ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 行きます。
12月21日土曜日、このあと10時から発表の予定なんですけど、高松モンスターでイベントをやります。300か400入る箱です。俺たちにとってでかいでかい挑戦、どうかこれからもよろしくお願いします。関西、それ以外からもいろんなとこからメイスがファイナルやるやったらって駆けつけてくれた仲間に感謝します。ありがとうございます。また現場でエンバース Get away! I don't want to be here anymore! Go! 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 Go!